俺の右肩なんてクソくらい。皆さんこんにちは。今回プロレス大好き女子の私が紹介する話題は、塩崎号過酷な手術リハビリ生活からの奇跡の復活ドキュメントです。それでは早速始めていきましょう。プロレスリングノアを代表する塩崎号選手、今回はそんな塩崎号選手の右肩の負傷、そしてそれを我慢しての出場、そして過酷な手術とリハビリ、それからの復活の記録をお話しします。ぜひ最後までお楽しみくださいませ。塩崎号まさかの負傷。2020年8月、この日ノアとしては最後の横浜文化体育館大会であったと言われています。1962年に開館となったこの横浜文化体育館は、施設の老朽化ということもあり、2020年9月6日には施設そのものが閉館ということになったのでした。そんな横浜文化体育館で行われるノア最後の試合、塩崎号選手はそこでメインイベントを務めることになりました。当時塩崎号選手は GHC ヘビー級王座の保持者でもあったのです。対戦相手は拳王選手。試合そのものは当時構想中であったライバルであり、 GHC ナショナル王座保持者の拳王選手と当時はGHC ヘビー級王座保持者であった塩崎号選手の双方の王座をかけた2冠戦になっていました。試合が経過して25分が過ぎた時、塩崎号選手は場外にいる拳王選手に向けてノータッチのプランチャを放ちました。観客は大興奮、技は成功しました。しかしこれがきっかけで負傷してしまいました。塩崎選手自身も直後に右肩に激しい苦痛を感じていたことから脱臼をしていたのでした。塩崎号選手は週刊プロレスの取材で以下のように語っています。簡単に言えば、肩の関節を押さえる靭帯が剥がれて二頭筋とつながってるところがずれちゃったという感じです。試合そのものはドローということで勝敗は決まりませんでした。しかし右肩の激痛に苦しんでもなお塩崎号選手には試合を止めるという決断はなかったみたいです。痛みがあって力もあまり入らなかったけど、動くからいいやって思って試合を続けました。なんと痛みよりも気力の方が勝ってしまったみたいです。プロレスの試合の最中にエンドルフィンなどが脳内に働き、苦痛を忘れて試合に熱中してしまうということは事実あるみたいですね。普通であればここで長期欠場になるはずですが、塩崎号選手には欠場するという選択肢はありませんでした。さらに言うと検査を受けることもしなかったみたいです。これについてはただ面倒くささで病院での検査を拒否しているわけではなく、塩崎号選手ならではのプロレス哲学に基づくものであったのでした。 GHC チャンピオンだからですよ。ベルトを返上して欠場して手術っていうのは違うなって、そんなことをしたらベルトに対してもファンのみんなに対しても申し訳ない。塩崎号選手にはプロレスラーとしての誇りがありました。ノアの創始者でありプロレスの歴史に残る英雄でもあった三沢光晴選手、そして塩崎号選手が付き人を務め尊敬してやまない師匠である小橋健太選手へのリスペクト、彼らが巻いた GHC ヘビー級王座にかけて試合を欠場するという選択肢は彼にはなかったのです。しかしそんな彼のプライドとは裏腹に徐々に右肩の様子は悪くなっていきました。チョップを打とうとしても上がらないといったことが起きてしまうほど痛みは進行していったのです。やがてそれから2020年9月から2021年2月まで塩崎選手は GHC ヘビー級王座チャンピオンとして中島克彦選手やベテラン選手である杉浦隆選手と交渉、全てに勝ち誇っていましたが、2021年2月に武藤敬司に敗北したことで GHC ヘビー級王座ベルトを失いました。ここで塩崎選手は手術を受けることを決断したのでした。検査の結果、医者に手術を勧められることとなった彼は2021年3月14日の福岡大会を最後に長期欠場という選択を選びました。大手術、引退も示唆。こうして長期欠場となった塩崎号選手、手術の日程も段取りも次第に決まっていきました。試合後は右肩を動かすことができなくなると医師から言われたこともあり、手術前にできるだけのトレーニングをすることにしました。筋肉貯金でした。そして4月7日手術は決行されました。手術そのものは彼が寝ている間に終わりましたが、その手術の後こそ問題だったのでした。手術をした後2ヶ月間
右肩の腱や靭帯を固定するために装具をつけなければならなかったのです。お風呂や着替えの最中にも特別な措置をしなければお風呂に入れないし、着替えも億劫であったと言われています。さらに寝る時もうっかり寝返りを打ってしまわないように枕に細工を施さなければならなかったとのこと。この生活は2ヶ月間続きました。その間ろくに運動はできなかったと言われています。こんな生活が続く間に塩崎剛選手は不安に駆られました。それはもうプロレスの世界に二度と戻ってこれないのではないかという不安でした。運動もできない、寝返りすら打てない、着替えもろくにできない。こんな状況が続けば確かに前のようにプロレスができるかどうかわからないので不安になるのも仕方ないかもしれません。ここで彼は引退も決意していたと言われています。でも早く復帰したいという気持ちがある一方で、とにかく自分の力で右肩を動かしちゃいけないというよりも右肩に少しでも力が入ると痛い、だからどこのトレーニングもできませんでした。ものすごくストレスがたまりますし、こんな長い間ほとんど体を動かさないで本当に復帰できるのかなってぐらいの不安がありました。あの頃はきつかったですねと辛かった入院生活について語っていました。塩崎剛、リハビリ生活。手術から2ヶ月後の6月になるとリハビリが始まりました。2ヶ月間かけて全ての動作を左腕にしなければいけないことにようやく慣れてきた彼ですが、ここから先もまた地獄であったみたいです。塩崎剛選手としてはようやく運動ができると喜び勇んだみたいですが、右肩にかかっていた装置を外した塩崎選手でしたが、なんと右肩がピクリとも動かなくなっていたのでした。なんと右肩の使い方を忘れてしまったとのことでした。最初は5センチ程度しか動かせなかったことに塩崎選手は自分でも驚いたと言われています。そこから次第に徐々にですが、リハビリでなんとか可動領域を上げていったということでした。先生の協力のもと固まっていた筋肉をほぐしたりして、なんとか徐々に可動領域を上げていく塩崎選手でしたが、それでもせいぜい1日1センチ程度しか広がらなかったと言われています。塩崎剛選手は過去にも2018年に怪我で欠場したことがありましたが、今回のそれはその日ではなかったのです。ここまでの怪我になっていたとは塩崎選手自身が思いもしなかったものでした。塩崎選手はここで考えを改め、焦らずゆっくりとリハビリに専念することに選択をしました。そのため塩崎選手はプロレス関係の情報を一切シャットアウトしました。それは一刻でも早く復帰をするためにプロレスの情報を入れずリハビリに専念したいという彼の熱い思いから来るものだったのです。やがて10月になると普通のトレーニングを再開。 1kg のダンベルを持ち、腕周りの筋肉を鍛え上げることから徐々にスタートさせました。重量を増やさず徐々に軽いものから始めました。するとやがて塩崎選手の頭の中に復帰の青写真が出来上がってきたのです。2022年1月に行われるノアの武道館大会、ここまでに塩崎選手は復帰をしたいと考えるようになったのでした。そのためには12月には試合に出なくてはいけない。11月になると気がつけば塩崎選手は 350kg の巨大タイヤを使ったトレーニングができるほど回復していました。復活へ、2020年11月28日の代々木大会、そこに塩崎選手の姿がありました。彼は予定通りのカムバックを果たすことに成功しました。彼の爆発的な気力、体力は見事に回復していたのです。塩崎選手は中島選手の持っていた GHC ヘビー級王座への再挑戦を宣言。12月5日の名古屋大会での塩崎号復帰戦として、拳王選手、中島克彦選手 VS 清宮海斗選手、塩崎号選手のタッグマッチが組まれました。試合そのものは清宮塩崎組の勝利で終わりました。復帰後の彼に分かったことがありました。プロレスラーってすごい、ノアってすごい、俺ってこんなことをやってたんだって思いましたよ。打撃を受けたり投げられたり締められたり、こんなに痛かったっけって、でも自分がいるべき場所はこのリングだなって感じましたよ。9ヶ月のブランクを感じさせない活躍を見せた塩崎選手は、この名古屋大会の2日後の12月7日の後楽園大会でも中島克彦選手と試合を行い、ここでも勝利。2021年1月1日の武道館大会に参戦した塩崎選手でしたが、中島選手に敗北しましたが完全復帰を果たしました。そして2022年現在、
塩崎選手は現役として活動しております。そこには9ヶ月間のリハビリ生活に悩んだ塩崎選手の姿はありませんでした。まとめ、いかがでしたでしょうか。プロレスは八百長とよく言われますが、ここまで苦労して痛みに耐えた彼の悪戦苦闘を見ると、八百長や翔という言葉が小さく見えますね。最後まで見ていただきありがとうございました。